しゃべちゃん始まりました。のぞみんです。よろしくお願いします。はい、今回はですね、こちら私がいつも使っているメイクポーチですね。しゃべちゃん初のメイク動画になっております。私がトップバッターで大丈夫か頑張って皆さんに紹介していきます。まあもうすぐ春ということで、春メイク、あと私メンバーの中でも多分一番化粧するのが早いと言われている、最速で5分で化粧できるんで、その秘訣なんかも紹介していきたいと思います。じゃあ早速化粧を落としてやっていきましょう。今すっぴんになりました。ベースだけしてある状態です。最初にここのアイホール全体にパールをいつものせるんですけど、こちらクールドハウスさんのイヤーマイエナメルアイズ BE103 って書いてあります。私いつもこれ指でのせるんですよ。こんな感じでいきます。私独自のメイク方法なんで合ってるか分かんないんですけど、ここ指の第一関節ぐらいの幅を次に薄い色で塗るんですけど、こちらですね、じゃじゃん、ミディアブライトアップアイシャドウ BE の1ですね。こちらも塗っていきます。ブラシで取ってのせていきます。二重線はみ出るぐらいいつも塗ってますね。二重線幅2つぐらい塗ってますいつも。はい、で次、二重幅分ぐらいのところにアイシャドウを塗っていきます。乾いてないですかこれ。シュー上村さんですね。ピカチュウアイパレットサンダーショップ、ファンの方からいただいたんですけど、色がすごいたくさんあるんですよ。こんな感じですね。春ってことなんで、ちょっと淡いピンク、これがね、あんまり色濃くないんですよ。だからナチュラルな感じになります。二重幅ちょっとはみ出るぐらい塗ります。こんな感じですね。で、下なんですけど、涙袋を皆さん何で描いてるんでしょうか。私はエチュードハウスさん多めですね。ティアーアイライナー、こちら使ってます。 BE101 って書いてありますね。目の下に塗ってきます。こんな感じ で手でぼかしてます私はいつも。はい、今目の涙袋に塗りました。じゃあ次がマスカラを塗るんですけど、ちょっとまずねビューラーで上げていきたいと思います。私もともとまつげパーマをかけてるんで、ちょっとやるだけでマスカラは、私はヒロインメイクの一番黒いやつ、漆黒ブラックってやつですね。ロングタイプ使ってます。早速まつげに塗っていきます。ヒロインメイクのマスカラ使ってる女の子結構多いですよね。はい、今マスカラ塗って、下の方も私塗ります。下まつげが結構こう逆さまつげじゃないけど目に入りやすいんで、マスカラ塗らないと落ちてきちゃうんで下も塗っていきます。ここの部分にも色を入れるんですよ。上に塗った色と同じやつを気持ち乗せます。はい、次チーク、今日はこちらを使います。リーダーのみのりさんが年末にお疲れ様ってことでプレゼントしてくれたブルババです。 909-5AL って書いてありますね。結構これ淡めのピンクなんで、春っぽくて可愛いんじゃないでしょうか。丸顔でここの余白が多いんですよ。だからいつもこの余白をこう消したいから、結構こっちこめかみの方まで入れちゃってます。なんか私はここの小鼻の横と黒目の縦のここの内側の部分にはあまり色を入れないようにしてますね。こういう風に入れて置くようにしてます。なんか人から言われるのが、顔のパーツがすごい中心に寄ってるからチークをこうやって入れた方がいいって言われて、そこ意識するようにしてます。こんな感じで入れました。最後に唇は、私はケイトのカラーラッピングルージュ RS の2番を使ってます。普通の黒い口紅って感じかな。結構濃いめのピンクですね。この口紅ライブ中に使うことも結構多いんですよ。本当に色が濃いんで、ポン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 ってのせるぐらいでいいです。そんなに私のメイクってやる工程はないんですよね。はい、色つきました。
なんか私のメイクのポイントとしてはチークと口紅に頼ってます。はい、完成でーす。こんな感じです。ちょっとざっくりだったんですけど、まあのぞみんメイクは最速5分でできるということで最小限の工程でできるメイクっていう感じになりました。あんまり参考にならないと思うんですけど、個人的にはまあよかったらいつもこういう感じでのぞみは出来上がるんだなって楽しんでくれたらいいなと思います。じゃあまあ最後におさらいしますと、まあ春らしさの方はまあアイメイクをピンクとかそういう淡い色にしたらなんかちょっと春だなって思うんじゃないかなと思います。時短のポイントとしましてはもう迷わないシャン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 ってやる、シャンシャンってやる毎日多分化粧してる自分の顔だったらもう感覚でわかると思うんで、サッとサッサッてやるのがポイントです。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。しゃべちゃんでした。